じゃあ今日最後のね、えー、クエスチョンに対するアンサーでございます。あの、時間がないっていう方ね、あの、そんなに時間がないっていうほど、いろんなことをしてて、なんで時間がないんですかっていうパラドックスなんですよ。時間がないんでしょ忙しいんでしょ忙しいほどいろんなことやってたら、豊かになって余裕ができてるはずなんですよ。だから、それはね、妙なことに忙しいんですよ。まあ、例えばね、陸上の選手が、毎日毎日、走って、 足の筋力トレーニングしたりとか走るためにどうすればいいか勉強するじゃないですかそれは忙しいけどもだんだんあの役に立っていくんですよねその時間がでも囲碁や将棋の選手がね同じように頑張って下半身のトレーニングとかダッシュの練習して囲碁の実力つきますすかってことなんですよだからねこういうふうに例えたら分かりやすいと思いますけどもやらなくてもいいこと一生懸命やってるんですよそれで忙しい忙しい忙しいずっと忙しいんですよそれは。 だからやっぱり自分の能力とかをもしね時間的な自由さとか金銭的な自由さに結びつけようと思ったらこれはもしかしたら俺囲碁を上手にだろうと思ってるのになんかグランド走ってばっかりいるんじゃないかなって考えた方がいいんですよね。でおそらく頑張ってるけども結果が出ない人ってこれをやっちゃってるんですよしかもそれをね自分だけは正しいと信じてるんですようんだからちょっとこれはね方向を変えた方がいいなと思いますよね だかから自分が目的を何に置いてるかなんですよ。ただ時間をねだらだら使って、うん、楽しみたいのかなとかねそれとも、まあ、あらゆるものはまずは自分のこう生活基盤を作るためとかねまずは自分を確立するために躍起になってるのかですよね。うんまあ、あのそういうこと言うとね本当とに何かこう寂しい人生が待ってるというふうにもう見えるんですよ。 例えば私は友人いないなんですよね友達とやり取りすることは全くないんですよだから友達いなくなるんですよでもそれでいいなと思ってるのはあのそんな暇ないんですよ <laughs> なんか友達ごっこをしたりとかねその誰かの意味のない会話に付き合ってる暇は全くないんですよ、うん、それはもう時間がすごく大事だなっていうのともし時間が過ごしても空いてるんだったら自分のこととか自分の家族のために使わずになんで他人のために使うのって思っちゃうんですよだから他人のために使うんだったらお金をくださいって話なんですよねでそのぐらい貴重だと思うんですよ自分の命が。 それは、あの、皆さんにもそう思ってもらいたいなと思うんですよ。あの、意味のない人と付き合う必要は全くないんですよ。でも残念ながら、SNS とかスマホの発達によって、付き合ってもしょうがない人と、身のない付き合いを続けるんですよね。だからそこからまず駆逐していかないといけない。あの、もしかしたら、会話上では楽しいかもしれないけども、何の益ももたらさないばかりか、お互いに害になってるんですよ、それが。まあ、いわゆるね、問題解決じゃなくって、うっぷんしのハゲ口になっちゃって、それで終わっちゃってるんですよね。だから気が合うんですよ、そういう人と。 ずーっとずーっと問題共有できるんで。でも問題共有するんじゃなくて、問題解決できる人が周りに置いたいた方がとってもいいのはね。確かじゃないかなと私は思うんですよね。うん、その赤ちょうちんとかありますけども、なんか会社の愚痴をずーっと言う。同僚ってそれなりに仲良しになりますけども、お互い平なんですよ。ずーっと10年経っても30年経っても。いや、そういう風な関係が今ね。あのプライベートで起きてるのが、その sns のマーケットなんであの？ 本当にインターネットでコミュニケーションが盛んなったんで気をつけないといけないのはあの無意味なことに一生懸命突っ込んじゃうとねその時はまあ楽しいかもしれないけど何だったんだろうみたいになっちゃうんですよねもちろんその瞬間その瞬間楽しいことも大事なんで完全には否定できないんですけどもあくまで私のスタンスを言うと無駄なことを見抜ける力をつけないといけないし無駄なことを、ね、無駄じゃないようにする力をつけるこの2点に集約されるんですよだからどんなこともお金や時間に変えていけることができるんだったら 忙忙忙しししいいいが終わるんですよね、うん、すごく楽になっていくんですよただ今度楽になるとその楽に依存して楽をしたがる方が出てきて結局楽は分散されるんで付き合いは減らした方がいいんですよねだからそういう意味であのー、本当に今ね、あのー、YouTube を通じて私の方にコメントくださる方とかとはまあ本当に濃い付き合いをしていけるんだろうなとだから再生尽くさなくていいんですよ私の場合は。 再生数が以前みたいにね、あの、なんか、千とか万とか、動画上げるたびにやると、あの困るとは言えないんですけどもね。困るとは言えないけども、どっかでブレイクアウトして、じゃあ、こっからは、あの、即可塾に入ってくれた人だけ付き合いますよとかね。こっからは、動画を限定公開しますよ、みたいなことに結局なっちゃうんですよ。で、あの、なんですか、私もね、誰かに養われてればずっとできるんですけども、そうじゃないんで、あの、やっぱりね、いつまでも、この、なんですかね、 薄いいい付きき合いっていうのができないんでなんすよねやっぱだからそういう意味であの家族のように付き合える人だけ付き合ってるかなというところでございます。はい、のところでねあの忙しい忙しいという人ちょっと足元を見た方がいいとずっと忙しいのはそれはねやらなくてもいいことに忙しいわけなんですよそれにやっぱり気づいていかないといけないかなと感情論では私の言ってることって今受け入れられないと思いますけどもあくまでもね現実論で語るとまず余裕ができるような自分になってから。 余裕かましゃいいんじゃないかなと思いますし、その時に初めて遊べばいいんじゃないですか。先に遊んじゃうとね、あのいわゆる遊びってすぐ過ぎていくんですよ。じゃあ今タマゴッチやってますか、今ファミコンやってますかってやってないわけでしょ。だからタマゴッチのスキルもファミコンのスキルもその時は面白かったんだけどいらなくなっちゃってるわけなんですよ。 でも現実の本質論で語ると人とのコミュニケーションが上手になることとあと無駄なことはしないってことと無駄なことを無駄じゃないようにするスキルっていまだに使えるわけなんですよねそうすると忙しいから切り離されていって余裕のある人生が待ってるんじゃないかなと思うんですねまあ頑張ってください忙しい忙しいがいまだに続いてる人はあさっての方向行っちゃってますというふうな私からのメッセージでございますいってらっしゃい